ようやく、ようやくゆっくんがここまで来ましたよ、皆さん。皆さんのずっとね、変わらず応援してくれたおかげで、どん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 こう勇気というものが育っていき、なんとかこのフワトロのライブまで、こぎつけることができましたので、ぜひとも今日は照れなんか忘れてね、お互いはっちゃけて楽しみましょう。じゃあまた今日は楽しもうね。バイバイ。まあ、名古屋にもともと住んでたのもありまして、こう名古屋クラブクワトロって音楽を目指す人なら一度は立ちたい場所だったので、そこになんか自分自身が立てるっていうのはなんかもう、世の中やっぱりこう諦めないで進んできてよかったなっていうふうにものすごい思って、今はもう高揚感でいっぱいですね。小さい頃から結構僕がビーイングサウンドというか、ああいうサウンドで育ってきてですね、まあ、その中でも特にビーズのですね、お二人がとても好きで、音楽だけでこう人を幸せにできるとか、なんかそういった風な人間にちょっと自分もなりたいなと思って音楽に、芽生え始めました。僕を迎え入れてくれるかな。やっぱこう皆さんが楽しめるような、演者としても観客としてもどっちももう本当に満足いくライブにしたいっていうのとですね、やっぱり今回名古屋の方以外のところ、要は他県のところから来ていただく方も多いので、高い新幹線代払ってよかったなとかわざわざこう時間調整して来てよかったなって思えるライブにしたいと思いますね。はい、手を置いて、もう本番が終わったかのようなこれから本番頑張ります。イエーイ。今回の名古屋クラブクワトロのライブを通して自身の成長に非常につなげることができたと思っています。この手つないで寄り添う君がもし疲れ果てたら、その時はただ強く抱きしめるから、何度も形を変えてゆくから、その時また笑い合えるんだね。今後はですね、やはりもっともっと多くの方々のもとへライブができるようにですね、やっていきたいと思っておりますので、引き続きちょっと皆さんのお力をこのゆっくんにいただければと思います。どうもありがとうございました。もう本当に最高。いやー本当に名古屋やばいね。もう絶対また帰ってくる。また帰ってきます。ありがとう。お疲れ様でした。